弾くだけで、今日はこの日のためにも必死こいて練習してきましたので、はい、何曲か弾かせていただきたいと思います。よろしくお願いします。Thank you.
20分お時間いただいたので、今ちょっとこうタイマーにしてなんかあと13分ゼロになったらピピって言いますので、それまでちょっとBGM 風にですね、ちょっと聞いていきたいと思います。そこまで気をしないありますよね。あの自転車とか乗って、あ、緑、緑、緑、あれを緑の波に乗るっていう風に言うんだそうですね。それを、まあ、なので、まあ、私の場合、まあ、自転車ですけど、こうこうあの赤信号ぶつからないで、おーってこう、あ、いけるいけるっていう、そういう、こうシューっていう感じを曲にしようと思ったんですけど、まあ、そういうのは別に関係なく、今の作詞の曲ができました。そうです、オリジナルです。でその前の曲はあのマイワルツっていう、ま、私の私マイワルツそのままなんですけど三拍子の曲です、はい、で次の曲は、ミスター C シャープっていう曲名にしました。あの C シャープってあの A 波単調の曲を作ったので、それで、まあ、ミスターなぜミスターかっていうとあの
なんだろう、昔ゲームすごくやってた時期があって、パソコンのゲームで、ね、ビリヤードのゲームがあって、その、まあ、ハスラーですね、そのハスラーバックに流れている曲がすごく、まあ、だいぶ前ですね、まあ、ファミコン時代ですね。なんか懐かしい。そうなんですよ。でなんかピコピコあんまりいい音じゃないんですけど、まあ、すごくそのジャジーなサウンドがすごく気に入ってましてですね、それでそのあの当時を振り返りつつ、あのゲームの中のハスラーは一体どうしてるかなみたいな想像を膨らませて作りました強い今の気持ち、2つ重ねて恋にするだけ、目を閉じて感じてる君のことを、どんなにそばにいても届かない心の奥に、2人きりの街で暗闇を照らすのは、震える声に優しいて、濡れた瞳吸い込まれそうになる、漂い溢れる君の歌、You never know how I spend the days being still and sound.Nothing more silences ever I care now. That song is you. っていう感じで。本当に
学って言いながら最後英語やないですか。突っ込まれてしまいました。